スチンムです。アニマルテイル第3話始めていきます。このアニマルテイルシリーズでは、とある少女の物語に沿ってまっさらな状態の島を島クリエイトしていきます。第3話では地図のこの辺り、眠りの魔法が使えるピンタ君のお家周りを島クリエイトしていきます。このアヒルグジジンムは物語を創造する神様という設定で、こそこそと島クリエイトしていきます。地形や家具の配置は作りながら考えていくので、試行錯誤している様子も含め最後までご視聴いただけると嬉しいです。それではやっていきましょう。はい、まずは地形作りからやっていこうと思います。今回はこの案内所の横のあたりにピンタ君のお家を建てたいなと思ってるんですけれど、ピンタ君のお家を2段目に建てて、で1段目が庭みたいな感じで段差のあるね、お家の地形を作りたいなと思っています。なのでまずは高台をね、適当に作ってみようかなと思います。少し崖を作ったらカメラを倒して位置を確認していきます。崖をもう少し追加して、もう一度カメラ角度を確認してみて、地図を確認して広さの確認をします。でまあだいたいこのぐらいの範囲を2段目にしようって思って、形をね整えていこうかなと思います。こんな感じで隣にさ、もう出来上がったエリアがあるので、ここまで行く道なりみたいなのも意識して崖を掘ると、崖の形決めやすいかなって思います。こんな感じでだいたい2段目を作ったので、家をね、ビンタ君のお家を2段目に移設しようかなと思います。今回ビンタ君のお家周りには階段も橋も建てたいんだよね、贅沢にまあ一発目の住民さんのお家ということもあって、今まで個数制限によりね、使うのが満していた橋とか坂を存分に使ってみたいんだよね。でお家は一旦想像してみて、なるほど、いやこれ難しいね。2段目に配置するんだけど、見栄え的には1段目からの見た目を意識したいんだよね。でもこのプレビューだと1段目からの眺めが見れないので、とにかく立ててみることしかできない。悩ましい。あ、住民さんのお家って結構崖スレスレでも立つんだね、こんな感じで。知らなかったわ。悩むな、場所。よし、じゃあここに決めようと思います。一回建てるとね、建て直しはとてもめんどくさいので、慎重になってしまうけれど、まあ、せっかくね、株でね、お金も貯まったので、思い切ろうと思います。そしたら次の日、お家が建った姿を見てみましょう。さあ、お家はどんな感じになっているのか。じゃじゃーん。おお、いいのでは？こう下から見上げる感じにお家が見えて、とても素敵だなって思います。距離感も今んとこ悪くないかも。まあこれくらいだったら崖を壊して修正でもいいかもしれないので、一旦ねこの崖の感じで進めようと思います。次は3段目と、あと池、川もね掘っていきたいと思います。この左横に少しだけ崖を持って立体感を出していこうかなと思います。また少し離れてみて確認して形をどんどん整えていきます。で後ろ側にもう少し奥行きが欲しかったので、後ろにも追加の崖をしています。綺麗に崖の形を整えて3段目は完成です。で次は川をね引いていきましょう。今回は橋も建てたかったので、手前側に大きめな川を引こうと思うので、最初は当たりをつけていきます。
もう当たりは本当にざっくり斜め端を引けるのをイメージして、で確認して掘って確認したらつなげていきます。地図でも確認していい感じの斜めさを狙っていきます。でいいかなと思ったら穴を開けて大きな革にしていきます。こんな感じ。たまにこうカメラモードにして遠くからでもね革が見えることを意識します。そしたら革に橋をかけていこうかなと思うんだけれど、石の橋をね使ってみます。ピンタ君のお家が結構モノトーンなので、こういったシンプルな色の橋がいいかなと思って、あとはもっこりしたこうアーチ状の橋がいいなと思ってこれにしますが、どうかな、これ結構大気味にかかってるよね。4マス橋かな、なんか割と良さそうなんだけど、いや角度変えたいよねこの画面でいつも悩む。一旦1個を短くしてみるか。これ写真撮っといて1マス分短くするとこんな感じ。あ、これだとちょっとちっちゃいってイメージがあるかもしれないな。比較するとこんな感じ。ここは大きい方が迫力があっていいかなと思うので大きい方にします。よし、こんな感じで OK にします。金を払う。翌日いい感じに橋が立ったので、川の形とかあとは滝をね生やしていこうかなと思います。よし、顔の形はこんな感じで、階段何にしようかな。石の階段か木の階段かで悩んでる。でそうだ、あのねビンタ君のお家周りはベッドをね多めに置こうかなと思っております。で自然な感じのベッドにするか、なんかゴテゴテのベッドにするかまだ悩んでるんだけれど、そういった家具、置く家具によっても階段と橋を考えたい。で、橋を石にしたので、まあ木か石かな、ちょっと持ってきてみます。横にね、立てたいんですが、どうでしょう。悪くなかろう。この横向きの階段映えするんだよね、丸太の階段ってすごく。なのでこれにしちゃおうかな。これにしちゃいます。オッケー。そしたら階段を丸太にしたので、木とか木製のベッドを置く感じにしようかなと思います。はい、階段が立ちました。いい雰囲気な気がします。そしたらまずは道を引いていこうかな。そうしよう。まずこの橋とね、階段をつなぐ道を引こうか。で、今回は、そうだな、一回、前デザインを使おうかなと思います。第1話でもお借りした素朴なレンガの前デザインが、すごくね、いろんなパターンを用意してくださっていて、こちらを、こう、獣道的な感じで弾けたらなと思って弾かせてもらおうかなと思います。ちょっとうまく弾ける自信がないんですけれど、組み合わせてね、弾いていこうかなと思います。おー、でもこんなにマイデザイン弾くセンスそんなにないジムでも、適当にね、こう生やすだけでもそれっぽくなる。さすが。いや、本当に素晴らしいマイデザインです。ありがとうございます。おー、すごい、それっぽくなった。いいね。そして、道感が出ました。まあ、細かいところは、後で調整するとします。そしたら、同じように、左側も引いていこうかな。はい、とりあえずこんな感じで引かせていただきました。いや、テンション上がる。そしたら、次は木を植えようかなと思います。今回も木は、広葉樹と針葉樹を、いい感じに配分したいんですけれど、
植えれるとこにとりあえず植えよう、針葉樹を植えたりとか、あとは杉島クリスルエリアの手前側にも木を植えて教会をね設けたいなと思います。この辺にも生やしてみたらどうだろう、大きすぎるかな、橋が隠れちゃうかなと思ったけど、ここでカメラを起動した時にそうでもないし、むしろちょっと馴染むので生やそうかなと思います。この教会にも広葉樹を植えといたりとか、手前側にも針葉樹を植えといたりとかしましょう。はい、そしたらだいたい木が成長してきたので、今度は低木もね生やしていきます。低木は木と木の間に一旦生やして、微妙だったらね位置をずらすという方針でやります。で、今回も黄色の金木犀とあとヒイラギを使おうかなと思ってます。そういえばサブ島も少し時間が進んだので、こっち側は金木犀が咲くようになりましたね。ちょっとね黄色とオレンジのバランス何も考えなかったのでバラバラなんですけれど、金木犀は黄色とオレンジという結構シンプルな色なので、なんだろう、合わせやすいですよね。金木犀の黄色が結構綺麗に咲いたので、組み合わせをヒイラギではなくってハイビスカスの葉っぱにしようかなと思います。ハイビスカスの葉っぱは結構なんだろう、モサモサってして柔らかいのと、結構金木犀との葉っぱの色味が全然違うのでメリハリがつくかなと思って、こことかこことかこことか、とにかくね隙間に植えておきましょう。お、なんかみんな来たけど、じゃあやっとね家具を配置していこうかなと思います。まずは柵ですね。柵は丸太の柵をチョイスして、まずお家の前に並べていきます。サクサクと立てていきます。こう2段目の手前側に柵があるとすごくメリハリがつくのでおすすめです。あ、これは出れなくなったやつで、あと低木の手前とか木の手前とかに立ててもすごくメリハリがつくので、どんどん立てていきます。こんな感じです。で、次は道を引いていきます。道というか道と床で、左側には家具を置きたいので石の床を引いていきます。こんな感じで、で、ビータくん家の手前は土の道を引いて通り道にします。右側も家具を置きたいので石の床を引いていきます。角っこは丸めます。よし。で、まず丸太の飾り棚を奥に置いて、その上に木の実ランプを置きます。白がすごく合ってて、そして今回のメイン家具の木製シングルベッドを置くんですけれど、ベッドはちょっとね向きをね整えるのがめんどくさいなって思っためんどくさくない？こうやって頑張って向きを揃えました。前デザインの黄色い木の実という前デザインをお借りして隙間に乗させてもらってます。とても可愛い前デザインです。で、こっち側には木製ダブルベッドと積み木シェルフを置きます。積み木シェルフを一度ひっくり返して、その上にベル付きアラームクロックを置いて、で、またひっくり返してこうベル付きアラームクロックを反対側にします。こうすることで起きないよっていうなんか眠りの森っぽさを出していきます。ベッドの奥にはロッキングチェアを置いて、3段目の高台には低木と丸太の杭を置きます。で、ここで結構2段目に降りた時の見栄えに悩んで、低木と丸太の杭の位置をちょいちょいと調整しています。こんな感じでね、高台のところは降りてみないと結構わからんので、登っては降りて登っては降りてを繰り返すことが多いです。で、結局ね、デコイさんがいいかなと思ってデコイさんにしました。
で次はこの物語の重要アイテムのスターライトを木製スツールの上に乗っけて、で道を少し前回お借りした白いレンガで装飾します。あと黄色の木の実の前デザインで装飾したり、今回お花の枕木という前デザインを新しくお借りして道を作っていきます。このビンタ君のね裏道は次のエリアにつなげるために道をつなげていきます。これもすごくメルヘンな感じでとてもお気に入りの前デザインです。ありがとうございます。概要欄にリンクを貼らせていただきます。次は1段目を装飾していきます。まずはお家だよという道しるべで隣に丸太の柵をサクサクします。こんな感じで、で余った隙間に低木を植えたりとか、あとはこの右の木の隙間にも家具を置きたいので土の道を引いてハンモックを置きます。ハンモックのリメイクとかベッドのリメイクはキニオさんリメイクです。そして今度は積み木のチェアを置いて、こっちにも積み木のチェアを置いて向かい合わせて、ちょっとしたねカフェスペースにします。ここでコーヒーカップを置くんですけど、このコーヒーカップはノンカフェインのコーヒーカップです。眠らせないかと思いきや眠らせるスタイルで、ウェディングの柵で装飾していきます。装飾って言いづらい。あとはチューリップのね、白いチューリップのお花を隙間に植えていきます。で今回はところどころでこうお花をね主張していきたいんですけれど、白いチューリップはビンタ君のお家のクリーム色とすごくマッチするので、今回はこの色をチョイスしました。案内所横の道にはスプリング遊具を2つ置いて、こう夢の中にいざなうお馬さんみたいなイメージで置きます。あと丸太の柵でメリハリをつけたりとか、左側にもチューリップのお花を植えて、そうこのお花のバランスがすごく難しくって、一つずつね慎重に植えてます。でもこういうガーデニングは結構ジムは好きです。よし、ということで大体完成したので、細かいところを調整して完成させて物語の続きを描いていきたいと思います。最後にぜひぜひチャンネル登録、評価、コメントよろしくお願いします。ジムは Twitter、Instagram やっているので、更新情報などお届けするので概要欄からフォローしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の物語でお会いしましょう。ジムでした。バイバイ。